で最初にこれこの状態で肉に火を入れるのがポイントです。で非常にいいチゲ鍋になります。どうも皆さん、リュウジです。リュウジです。チョリです。ということでですね、今回はですね、しこしりでございます。そして今、まあ10月の終わりぐらいなんですけど、寒くて、今回はですね、寒がりのサムが作る鍋です。鍋もいろいろあるじゃないですか。皆さん鍋つゆとか結構使われる方も多いと思うんですけども、実はね結構ね鍋つゆって家にある調味料作れたりするんですよね。なんで今回は調味料だけで作るね、鍋つゆ使わない最高に美味しい至高のチゲよくチゲ鍋なんて言われますけども、日本ではチゲってね鍋っていう意味なんで、チゲ鍋って言うとね鍋鍋っていう意味になっちゃうんですね。でなんですけども、今回はですね一番ポピュラーなキムチチゲですね。これがね体もパッカパカに温まってパッカパカに飲んじゃうっていう最高の、料理になってますので、これ今やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。今回ね、3、4年前、パーティーメニューでございます。まず、豚バラ肉、300g 使います。はい。これはまあ、お好みで増減させていただいてもいいです。はい。しめじ、1パック。大根、200g。ニラ1束。木綿豆腐。これまあ、1丁使いましょう。切りよくね。で、あと、キムチ、300g。これ、320g のものなんですけど、もう全部使っちゃいます。はい。ニンニクは2かけ。あとは概要欄に調味料あります。あと、コチュジャンだけ買っといてほしいな。コチュジャンだけ。もうそれぐらいですね。あとは、まあ、もう家にあるものできます。仕込みチゲ鍋を作るで何が重要かっていうとですね、やっぱりですね、何が必要かな。本当は熱燗が飲みたい、今。熱燗できる今。あったかい鍋とあったかい熱燗があったら、もう本当にもう灼熱地獄よ。100cc で我慢しておきます。ゴー！熱燗ゴー！あー、いいですね皆さん。電子レンジでね、50秒でできますよ。あー、やっちゃってるの。熱燗いただきます。しみる、この季節になりますよ皆さん。ということで、これ以上飲んでしまうと、生ゴミになってしまいますので、料理を作っていきたいと思います。このキムチ鍋にすごく合いますから、ちょっと細い大根なんで半月切りのものを使っていきたいと思います。で皮はついたままでいいです。はい、皮もね、こうやって薄く切って、煮てしまえば全く問題ありませんので、はい、こんな感じで1センチもないですね、8ミリぐらいの薄さに切っていきます。はい、こんな感じですね。あのマリオカートで一番早いですね。これを切っていきます。用意するお野菜はこんなもんですよ。でまあなんかこう3、4センチ台に切ればいいんじゃないですかね。はい、いっか。豚肉これぐらいの長さで切れてるから、これが今回のチゲのポイントなんですよ。こういう感じで、すりおろします。肉をね、まるっとすりおろしちゃっていいです。これでね、豚肉にね、香りつけて。で、もうこれも入れちゃう。手に、この、ニンニクの香りってついちゃうんですよ、おろすと。で、これは、どうやったらいいかっていうと、これを、嗅ぎながら、酒を飲みます。ニンニクの残り感も、無駄にしない。これがサステナブル。持続可能な、飲酒です。で、ここに塩、小さじ4分の1ぐらい。まあ、2つまみぐらいですね。2つまみ入れて、ちょっと下味つけます。ごま油大さじ1半ぐらい。はい、大さじ1と半分ですね。はい、ごま油とこのニンニクをね、こうちょっとお肉にね、ちょっと染みさすんですよね。全体的にこうちょっとこのニンニクの香りとごま油の香りをこうお肉全体にまぶすような感じ。もうこの時点でいい匂いするので、これをやっていくことによってね、お肉これ炒めたね香りがね、こう鍋に乗るんでめっちゃ甘くなる。これお肉先に味付けしてください。ニンニクとごま油と塩でまぶしてください。これでございます。これはい、じゃあやっていきたいと思います。まずね、フライパン火つけます。温める感じで大丈夫です。で豚バラやったじゃないですか。この豚バラで油もうね、濡れてますんで、これをねちょっと広げながら焼いていきます。このごま油が入ることによって肉剥がれやすくなってますんで、お肉があんまりにも長いやつ使う方は適当な大きさに切ってくださいね。今回ちょっと切れてたんで
このままやってます。できればね、こうやってばらけさせた方がいいですね。こうするとね、ニンニクの香りが炒まってね、で、ごま油も熱されて香りが出てくるんですよ。はい、こんな感じですね。強火でね、ちょっとね、炒めていきます。そうするとね、香りがすごいの。この豚にごま油とニンニクまとってますから、これ剥がしながら焼いてくださいね。このニンニクの香りで、もう飲めるんじゃん、酒が。酒が飲める、酒が飲める、酒が飲めるぞ。はい、じゃあ全体に焼き目つけていきます。で、最初にこの状態で肉に火を入れるのがポイントです。ちょっとこう寄せていただいて、油はね、気になる方は取っていただいてもいいんですけども、この油も結構コクになるんで、いいです、このままで。で、そしたら火止めちゃいます。一回で火止めていただいて、火止めてからキムチ、ね、キムチも最初に炒める方とかもいるんですけども、僕はね、このまま入れるタイプですね。大根です。まあ、これももうパタンパタンと、こんな感じでね、薄切りの大根、これが煮えるとね、この大根がね、キムチ汁を吸ってね、このね、うまいんですよ。キムッティです。あ、違うわ、なんだこれ、キノコッティです。キノピオです。イヤッホー。じゃあ木綿豆腐ね、絹豆腐でもいいんですけども、木綿の方がやっぱね、崩れないんですね。僕の木綿豆腐の切れ方はこうです。真ん中に割っていただいて、はい、で、ここから、まあ、5等分ぐらいかな、ね、5等分ね、まあ並べていくと、まあいいね、まあいいんじゃね、まあ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 、こんな感じですよ。計量カップ、これ日本酒入ってんじゃないの。これは日本酒を俺に飲めっていうことだな。あ、ちょっとぬる感になってる。あ、僕は開けたくなかったんですけどね、ちょっと開いちゃいましたんで、じゃあ水入れていきます。ちょっとね、だから計量カップが開けろというので、開けろ開けろというので開けました。 500cc の水で、これ大さじ1半ですね。で、これね、水飴っぽくなってるんで、 これはね、ちゃんとね、スプーンについたのはこうやって切り出さないとダメですよ。これ大さじ半分ね、これぐらいか。はい、大さじ1半をちょっとこのね、汁気の多いところに投下します。白だしがね、大さじ1半ですね。カツオの旨味ね、今回ね、ウェイパー使います。はい、ウェイパー、で、ガラスープの素であれば 1.6 倍ぐらいすると、非常に塩分濃度が良くなります。はい、鶏ガラスープとカツオだしを一緒に入れることによって、よりこの鍋に深みがね、発生します。なんで、これ全部入れたら火つけてください。はい、強火で結構です。じゃあチロッとね、大さじ2杯ぐらいのお酒入れます、ね、そして僕にも大さじ1のお酒。はい、じゃあボコ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 、今周りが行ってきますんで、ボコ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 行ってきたら蓋閉めて中火で15分間煮ます。で、15分後に会いましょう、皆さん。さあ、ということで15分煮込みましたんで、やっていきたいと思います。オープン。で、この状態で今グツグツ煮えてるんですけども、ここでニラ入れるんですよ。ニラっていうのはすごくですね、火が通りやすいお野菜になっておりますので、ここでニラ入れる。ニラのね、シャキッと感も感じられて、非常にいいチゲ鍋になります。これでニラの香りと食感、足されて非常に美味しいチゲの鍋になります。で、これで蓋をして数分、もう一回蓋します。2、3分ニラ蒸しましたので、オープン。こちらで至高のチゲ鍋完成です。それではできましたので、いただきます。ハイボールにしよっか。くー、鍋ボール、豚、キムチで、ホロホロのベーコン、しめじ、トゥーフですね、カタッとしたニラ、このスープをかけて。
ていただいて。じゃあいただいちゃいます。いただきます。ちょっと待って。最高ですよ。鍋つゆのうまさがマジ半端ない。煮込み短時間なんですけども、めっちゃ味きてますね。大根なんて狂気ですよ、これも。人を狂わせる魔性の大根。うん、これを求めてたんだよ。動物性の出汁と魚介の味ね、白出汁と両方入れてるんで、味の深みが半端ないです。まあ、キムチの辛みなんでしょうけど、きててめちゃくちゃ美味しい。このスープの配分神ですよ。たまらんからチョモ来て。はい、お疲れです。ベーコンが、あ、細切り、なんか薄く切ったんですよ。薄切りベーコン、いただきます。うまくないわけがないっす。もう鍋の素いらん。いらないっすね、マジで。大根うま。これだけ薄切りにするとこの短時間煮えるんよ。はいはい。今回これですね、すりごま。すごいね、結構いっちゃっていい。すりごまラー油。ラー油、すりごまラー油。香り、香り、バリっすわ。全然違います。変わりますね。うん、うまいな、これ。あー、進んじゃ。この動画、この食べる実食シーンまで見てないと損ですよ、これ。あー、まあここまでやったから、豚とキムチのね、スープがもう染み出してるんで、締めまで食べてもらっていいですか。お願いします。はい、ということでですね、まあもう具はもう、やりました。で、ちょっと残ってるじゃないですか。ここに締めでございます。レンチンしたこのおうどんを入れて、入れて入れて、もう加熱、グツグツ煮込んだらええやんけ。ちょい塩ね、ちょい塩。あ、なんかニラ余ってたから、ニラ入れる。あ、いいっすね。うん、ニラ入れようぜ。もう鍋の締めなんてそんなもんだ。もう人によっては卵落としてもいいし、別に、はい、何でもいい、何でもいいもん、そんなんもちげうどんでしょ。で、ちょっとこうね、してあのね、うどんやるときはね、ちょっとね、強い火にしてね、煮詰めた方がいいんだよね。うえーい、できたわい。ラーニーもいきます。ラーニーも、じゃあ、いただきます。締めの一杯、いただきます。これじゃね、うますぎて何も出ないっすわ、うんうん、これのために生まれてきた。うん、あー、たまらん。スープうますぎっすね、これ。うま、スープうまいだろ、これ。もうこのうどん単体で売ってくれっていう、うん、至高は至高です。ということで、今回の至高のチゲはどうでしたでしょうか。もう心が温まりすぎて、もうホットです。ホットマン。ということで、バレカシ大丈夫でした、今日は。バイバイ。じゃあですね、至高のチゲ鍋を、チゲ鍋って言っちゃった。まあいいや、チゲ鍋、みんなチゲ鍋って言ってるから。あのとっくりジブリのやつ。これレンジ可能か、これ。あー、そっか、レンジ無理だろ。無理だな。じゃあ普通にあれ、計量カップ入れてやろう。これいけるでしょ。熱燗、熱燗を、熱燗飲みたい。今日悪いんじゃない。寒いんだもん。あったかい鍋とあったかい熱燗があったら、もう本当にもう灼熱地獄よ。じゃあちょっとね、あまり飲みすぎると、あまり飲みすぎると視聴者さんが、いや、こいつ本当にやべえんじゃねえかって最近噂になってるんで、100cc で我慢しておきます。ゴー、熱燗どう？どれぐらい？ 50 秒ぐらい。熱い、俺ね、ちょいぬるがいいんだよね、俺ね。で、ちょっと僕、巨神兵の特権持ってるんですけど、これで電子レンジ可能かどうか分かんなかったんで、じゃちょっとこの頭だけで、巨神兵じゃねえや、ロボット兵です。はい、巨神兵ってなんだっけ、直しがかる、巨神兵は。